はい、どうも皆さん、こんにちは、ミサでーす。ういうい。つうことで、本日はですね、ツイッター救援解放、解放されたわ。ごめん。解放というか、ハンターハンターのリリースみたいな感じか、それは。ちょっと爆発してしまったんで、ふふふ、解放してやったぜ。苦痛からな。みたいな。そんな感じだったんだけど、ツイッター救援がちょっとサービス終了しちゃったんがね、API のうんちょろこんちょろってやつで。で、まあ大変辛くなったんだけど、まあグラブル運営が、まあちょっとそのあたりで、今準備してっから待ってねーみたいな感じで、救援検索機能っていうのを開放さ、追加しました。ベータ版の最終チェックを実施しておりまして、本日17時25分実施のアップデートにて開放予定。今しばらくお待ちくださいということで、今後ともグランブルーファンタジーをよろしくお願いいたします。ちょっとじゃあ実際にどんな感じになってるのかやってみましょうか。救援検索は、救援検索タブにて任意のマルチバトルを3つまで設定。それらの救援依頼を表示することができますと。検索方法は救援探索タブ内の探索設定ボタンを押すことで、3つの設定枠が表示されます。その中から設定したい枠を選択すると任意のマルチバトルを設定できます。設定可能なマルチバトルはマルチバトルリストから挑戦可能なバトルのみであり、以下のバトルについては設定の対象外となります。ランク制限を満たしていない、未開放、難易度ハードプラスおよびエクストリームプラスのバトル。救援検索に表示されるマルチバトルについて、救援検索に表示されるマルチバトルはみんな宛に送られた救援依頼が対象となります。はい。なお、フレンド及び機空団員から送られた救援依頼は救援依頼タブに表示される、新着マルチタブに、表示されますと。救援取得情報までの待機時間、表示されるマルチバトルを再取得した場合、一定時間再取得ができない待機時間が発生しますと。まあちょっと負荷軽減ですね。今後のアップデート、本機能はベータ版としてのリリースとなります。順次以下の対応を実施しながらより使いやすい機能へと調整を行ってまいります。参戦者が増えづらいマルチバトルへの対応、イベントマルチバトルを検索できるようにする対応、参戦者が多いマルチバトルの分散対応ということで、はい、救援機能のバランス調整も追加で実施させていただく場合がございます。なんかさ、救援ページ変わってるなーっていう風に思ったんだよね。救援依頼一覧ってことで、ここら辺変わったね。ID 入力ってのが既存の ID 入力っていうやつだよな。まあでも ID 入力ってマジで友達とのなんか、友達とね、使うやつオンリーとかになっちゃうんすかね、救援依頼は。そうだよね。ID 教えて OK みたいな感じになっちゃいそうですね。で、未確認バトルとマルチバトルリスト。まあイベントページとマルチ、はいはいはい。なんかちょっと様変わりしたから少し慣れるのに時間かかりそうですね。で、これで検索設定っていうのをして、これでなんか救援したいやつがスパバハルシフェル、なんかもうちょっと救援出そうなんですよ。ベンヌとかにする。これでちょっと調べてみよう。うん、マルチバトルはこっちになるの。こっちになるわけではないよね。救援検索のここかな。マルチバトルはクエストを進めていくと発生します。あ、出た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 。おー、こんベンヌは、ベンヌ出てもいいんだけど、これベンヌなんて無限個出ておかしくないよね。進撃スパバハしかな出ないけど、これなんか俺の設定見せてんの。ベンヌなんて無限に出るだろう。なんかそんなにこうめちゃくちゃ救援数が、ちょっとベンヌ、まあ、ここら辺のエニア時計入れてみよう。ああ、無限に出るわ、無限そうだよな、無限だよな。これ一番上しか出ないってことある。設定2がさ、じゃあこれなんか設定2設定3が今出てなかったよね。設定2ってここか。はいはいはい。あ、そういうことね。俺、設定2ってなんかここの検索設定のプリセットが3個あるのかなって思ったら、あー、なるほど。こうやって、はい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 。わかったわかった。理解した。まあ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 。便利っちゃ便利か。じゃあちょっとこれで、なんか、シエテとか、ディアスポラ、シエテ、あとはなんか参加しやすいやつ。まあ、ヒヒホリとかどうなるんですかね。これで見てみましょう。設定2はシエテ。設定1はディアスポラ。おー。
もう結構でも、このディアスポラこの出方してくれるのありがたくない？正直。うん。俺ディアスポラ肉集めしてんだけど、こういう感じで出てくれるの嬉しいな。ただ、シエテの追求炎、これ、追求炎やってた人、無理じゃない？これ。これじゃあシエテ入れなくねえか？なんかシエテはサブの、あの救援の仕方とかになりそうですね。あのメインでシエテオンリーで救援してても多分入れねえぞこれ。ちょっと追救援よりかはその絶対に狙ったマルチ入るんだっていうよりも設定1、2、3を行き来してなんか空いてるやつサブプランを用意しておくっていうのが大事そうじゃない？だってこんなんさ、追救援うわ来た入るぜってなれないもんな。ちょっとシエテの剣はシエテはちょっと入りづらそう。入るのにはちょっと選別されてないといけなさそうですね。はい。で、設定3なんだっけ？で、強バハ。まあ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 、へえ、こんなんか便利じゃない？結構。いい感じな気がしてならないんですけど、いかがでしょうか？はい。ということで、ツイッター救援が死んでしまったんで、公式の救援機能が解放されました。まあこれはね、ちょっとなんか、これをいち早くうまく使えたやつが勝利しそうな感じがするので。まあID 救援とかにね変わってこういう機能が出てきたから、まあちょっとこれをうまく利用していきましょうって感じかな。スマートフォンの人でもなんか救援に入りやすくなってるんじゃないですか、こうやって見てみると。うん、まあだからそこら辺、まあでも新型マルチが来た時にこれは入れないね多分。新型マルチ来た時に、はい、なんか入ることができなさそうじゃないですか。だからそうなった時に共闘ルームっていうのはうまい具合に、共闘の連戦ルームとかはうまい具合に使っていけるようにならないといけなさそうだな。うん。っていうのは、まあ、シエテ HL の救援とかを見てて思ったかなっていうところでございました。はい。まあ、もしね、なんかちょっと、ここからアップデートされていくと思うんで、まあ、ここら辺のアップデートとかにもしっかりと期待しつつ、まあ、ただでも結構、まあ、全然戦えそうな、もう少なくともディアスポラ HL 救援はなんか全然戦えそうな感じしたんで、なんか、これもさ、選べるから、行くない？これもなんか結構、すごい。強バハ無理、これ強バハフルオートとか無理だわ。うん、これ強バハフルオートとか無理。人数出てるから少ねえやつをなんかうまく入っていくことになるから、人間が分散してる。島民ミユネコさんどうなってる？島民ミユネコさんほらもう10人になってるもん。今一瞬で一人でさ、半分ぐらい削って救援出したけどさ、秒速10人になってる。わー。はぁ。すげえ。なんか人数見えるのおもろいな。はい。ということで、ツイッター救援がなくなったので、うんちょろべべ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 べ